はい、クリーパー、クリーパー、僕ティーチャー、どうもクリーパーティーチャーです。今回はですね、まあ、昨日じゃないね、おとといか。おととい発売された、まあ、横浜アリーナの DVD を、まあ、Amazon で購入しました。それが届いたので、まあ、それをちょっと開封したいと思います。本当は、まあ、その発売日に買う予定だったんだけど、売り切れてて、買えなくて、それで Amazon で頼んで買いました。ほんで、Amazon の、まあ、とってもの、スリーブケースだね。スリーブケース、これですね。あと、これはもうみんなもらえるやつか、書き下ろしの、なんか、紙じゃないんだけど、なんだろうね、これ、材質が、紙なんだけど、何かわかんない。まあ、こんな、こっちは、まあ、18歳の方だね。18歳というか、高校生の方。ほんで、こっちが大人になった方。かわいいね。ディスクこんな感じです。表紙こんな感じです。めっちゃかわいい。おのおのなんかちゃんと数字やってるね。1か1やって、2、3、4、5って。4つは2を2個作って4にしてる。それで裏が、裏こんな感じですね。ライブで歌とかの説明が入ってる。で、声優さんも載ってます。最後に、うん、じゃあ開けてみますか。ただね、なんかフォトブック入ってるんだよね。あ、こんな感じです。縦なのかな？縦置きか。こんな感じです。ディスクは2枚構成だね。ディスク2枚構成だけど、これ何なんだかな。こっちになんか多分おまけのやつが入ってるんだと思うけど、こっちがメインだね。このね、書いてある中に入ってたなんか、やつは、ライブの写真が載ってますね。まぁ、ちょっとこれを見せていいのかどうかわかんないんだけど。まぁ、ちょっと見せない方がいいのかな。どっちだろうか。じゃあ、裏だけ見せますわ。裏こんなんですね。裏を知った声優さん、みんな。これ、こっちは大見そろいなんだよね。こっち5人だけど。松岡くんもちゃんといる。こんな感じです。はい、まあ、今回はまあ、こんな感じかな。まあ、今からまあ、ちょっとまあ、見るの初めてでね、ちょっとライブ行ってないから、ちょっとまあ、楽しみなんで、ちょっとね、見たいと思います。はい、じゃあ以上、クリーパーティーチャーでした。バイバイ。